はい、どうも皆さんこんばんは、レプシンです。今日はデッドバイデイライトのキラー側リージョン使っていきたいと思います。よいしょ。はい、うわ、武器すげえ。リカちゃん人形みてえな、チアガールのリカちゃん人形みてえなやつにナイフぶっ刺さってる。はい、今日はですね、まあ、PTB で調整が入りましたよね、リージョンね。で、本実装されて、まあ結構経ちますけれども、このリージョンのウルトラレアドーンで、こちらにも調整が入ったんですが、まあ、PTB の方ではバグってたんですよね。だから動画にできなかったんですけど、まあ、本実装した際に、まあ、しれっと調整が入って、あのバグが修正されて普通に使えるようになってんで、今日は使っていこうかなと思います。はいはいはい、いましたね。待てー、うっ、えい、よいしょ、ゲイ、はいよー。で、今回持ってきたそのウルトラレアドンってのは、煙を吐くミックステープってやつと、玉むしろのバッジってやつのね、この2種類ですね。で、煙を吐くミックステープの効果は、あー届かなかった。グレンの狂乱発動中、発電機の修理進行度がオーラの強さで判別できる。さらに修理してない発電機は進行度が後退するという効果です。はいよー、はい、初動でね、グレンの狂乱使って発電機の修理進行度をね、確認してるのがね、多分ね、伝わったかなと思うんですけど、あんな感じでデフォルトは白で、てか回ってない修理は修理進行度がゼロに近いと白に近くて、あって修理進行度がかなり進んでると赤くなるという。ここも回ってましたね。そんな感じでございます。で、あっち逃げてますね。これもともとは発電機の修理進行度がオーラの強さで判別できるっていう効果だけだったんだけど、この間の調整により修理してない発電機の進行度が後退する効果がプラスされました。グレンの狂乱中ね。はい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 、えよ、はい、こうやってる時にもし触ってない発電機があったら、どんどん修理進行度が後退していくよっていうね。はい、でグレンの狂乱やめたら後退もストップ。はい、これが煙を吐くミックステープで、もう一つの方が玉むしろのバッジね。だよ、こっちはグレンの狂乱中に板を飛び越えると即座に破壊するっていう効果です。はい、これもともとこの効果にプラスでマップ全域に心音が鳴り響くっていう効果があったんですよ。その効果は削除されちゃいましたね。はい、だから煙を吐くミックステープの方は効果がプラスされてるので強化、玉むしろのバッジの方は効果が削除されてるので弱体化という感じになってますね。なんかいた、待てい、よし、はいはいはい、あ、どこ行った、痛い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 、はい、よいしょ、デカかな、オッケー、はい、そんな感じでございます。だから片方強化、片方弱体化みたいな調整ですね。うん、リージョン自体の性能は、だいぶ強くなったんですけども、ウルトラレアドーンにはこんな感じで調整が入っちゃったので、
まあ賛否両論ありそうだね。どこ回してるかな。あの奥回してますね。いるなあ。助けに行ってますね。戻りましょうか。いるなあ。コンボもさ、なんかできるようになって強いかなと思ったんだけど、やっぱなかなかコンボも決まんないよね。コンボなかなか決まんないよね。あれあれがネアか。よいしょ。いや、ネアじゃない。ネアどこ行った。グレンの狂乱たまに引っかかんない時あんだよな。よいしょ。いい。よいしょ。はい、なかなか5連コンボ決めれないよね。決めたくてもね。で吊るしまして、どこ回してるかな。中だね。中回してますね。オーラの強さでこの判別できるのいいね。移動してんな。でも狙うのはね、デビキンじゃねえんだよな。あ、いた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 。そこ板壊れてんだよな。でてんてん。寸止めしやがったの。いいよ。惜しい。よしよしよし。えいよ。ディディンディン。はい。地下持ってく？いや。そんな時間はないな。メグがフック降りたくてしゃあなそうやな。はい、オッケー。よいしょ。煙アクミックステープの方はさ、グレンの狂乱使ってる時だけしか交代しないんだよね。かつ交代速度は多分通常の蹴りと同じだから。なんかいたわ。だからちょっとね、交代効果が微妙なんだよね。交代効果微妙なんだよね。もうちょっとがっつり交代してくれればいいんだけどね。でしょ。はやっ。届かねえわ。届かねえわ。うおー、出歯うまー。よいしょ、オッケー。はい、よっこいしょ。あそこの発電機は死守したい。死守したいが、まあつけきれねえと思うけどな。オッケーオッケー、まだ大丈夫ね。こうやってほら、グレンの狂乱使ってる時だけこうやって交代すんのよ。で、やめたら交代ストップするんだよね。しかも修理中は交代効果が入らないから、なんかそのなんだろうな、文面だけ見ると、強えかもとかって思ったんだけど、まあ、実際使ってみて思ったのが、そんな強くないっていう。この野郎
うわやろうな。ここ好きね。ここ好きね。いいよ。一応ね、今グレンの狂乱使ってねチェックしてね。いいよ。いい。よっこいしょ。えらい端っこだな。突き切られちゃうかな。大丈夫かな。治療無視してガン回ししたらちょっとやばいかも。あーだいぶ回ってるな。マジいな。突き切られちゃうかもしんない、あれは。よし。でも2人負傷だからワンチャンある。ワンチャンある。これはあっち行ってますね。出ますね。でしょ。デビキンこっちでクエンティン助け来てるんじゃない。やっぱそうだよね。デッドアートね。オッケー。でデビキンがどういう動きに出てるか。あ、オッケー。勝てたな。へい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 。よいしょ。心音がね、マップ全域に響き渡るのはなくなったけど。痛っ。くっそ。まあでもやっぱ板壊す能力自体は強いな。まあでもウルレアかって言われるとちょっと微妙だよな。まあでもデッドバイデイライトの運営さんはね、デモゴルゴンのシュレッドに板破壊の効果をつけるだけでウルトラレアドーンとかにしてたぐらいですからね。いい。オッケー、いけましたね。はい、ってな感じでいかがだったでしょうか。今日はちょっとあの PTB の方では調整入ってたんだけど、まあバグってたので動画化できなかったんで、まあ本実装されて、でそのバグもなんか直ってたみたいなので、今回このリージョンのウルトラレアドを2種類、煙吐くミックステープと玉むしろのバッチ使ってみたんですけれども、正直どっちもまあ弱くはないんだけど、ウルトラレアドンですかあなたたちはっていう感じですね。君たち本当にウルト、おい！マジで？運がいいな。君たち本当にウルトラレアドンですかと僕はね、思いました。ウルトラレアドンの皮をかぶってる別のアドンでしょっていう。正直アンコモンぐらいでもいいんじゃない？アンコモン弱すぎるか。はい、オッケー。じゃあストライクの危険性あるかちょっと放置しておきましょう。はい、ありがとうございます。うん、ウルトラレアドーンではないですね。なんかこの2つをあのリージョンがつけてるからって生存者は一向に脅威には感じないんじゃないかな。玉むしろのバッチの方のね、乗り越えたパレットが即座に破壊されるっていうのはキラー、あの生存者からしたらうわなんだってなるかもしれないけど、まあ、正直それ以外はねちょっと微妙ですね。それが僕の正直な感想です。え、持ってないよってこと？信じるぜ。持ってないんだね。ないよってことだよね、それはね。 OK、 ありがとう。ないよってことだよね、はい、以上でございます。いや、まさかの 4% 引かれたのびっくりしちゃった。なんとかなったけど、はーい、
もう喋ること全部喋ったから、もうここ喋ることなんもないんだよな。はい。はい、ってな感じでございます。言いたいこと全部言ったからね。まあでも本当にこの、リージョン自体はちょっと強くなったんだけど、リージョンのこのアドオンとかは正直微妙なので、やっぱ強い力を手にしたキラーっていうのはアドオンが弱くなるっていうのがもう本当にこのデッドバイデイライトにおいては常なのかなと思って、キラーが弱い時はウルレアが結構エグかったりするんですよ。逆にキラー自体が強い時ってウルトラレアドオンが弱かったりするんですよね。もちろん例外もありますけどね、まあ大体そういうデッドバイデイライトの法則なんですけど、まあそれに乗っ取ってるのかなと、はい、思いました。別にもともとリージョンのウルトラレアドン強くはねえけどね。はい、以上でございます。最後までご視聴ありがとうございました。バイビー。